今回ガイムマイクを使ったデモをしてます。これカラオケのダイナミックマイクです。これをモノラルステレオアダプターを介してカメラのマイクにつけてます。それ今デモで隣でわざとテレビ鳴らしてます。それマイクをテレビのスピーカーに近づけると音を拾うと思います。こんな感じですね。ただマイクをテレビから近づけるとテレビ普通に聞こえるぐらいになってますけど、全然拾わないんじゃないかなと思います。これこういう風にストレートトークみたいなことをする方法、そういう方法でも使いますけど、例えばカメラを物に向けてそれ自分が喋る場合、その場合カメラに内蔵されてるマイクってのは前向いてます。ですので自分の声が非常にこもってしまいますけど、こういうマイクを使えばこもらないです。それレビューしながらこれスタンドに置いとけばいいですね。スタンドに置いとけば両手がフリーになりますので、まあ自分の声を明瞭に吹っ込みながら作業ができます。まあこういうマイク非常に安いですので、このカメラに内蔵マイク、カメラに外部マイクの端子がついてるカメラを持ってる人はぜひ試してみてください。このダイナミックマイクなんですけど、オーディオテクニカ製で1500円ぐらい、あとそれに400円のステレオモノランのアダプター、それをつけてますので、トータル3000円超えないですね。3000円超えないで明瞭な声が手に入ります。ぜひ活用してみてください。以上です。